どうもプロボーラーのウソピーです。こんにちは。こんにちは。はい、で今日も、土曜日、いつも19時から3人で上げております栗本プロ、小林プロと一緒に今年のプロボーラートーナメントの予想をしていこうかなと思います。はい、まあ、去年の、ね、予想というかね、あれはもう僕の完全なもう大的中というか、まあ、分かってたんですけどね分かってたんですけど、はい、今年はちょっとどういう風になるかというのをね、はい、聞いていこうかなと思います。一応メインはポイント、メインはポイントランキング、ポイントランキングですね、うん、はい、賞金とかアベレージじゃなくて、はい、とりあえずポイントね、とりあえずポイントランキング、それプラスそのまあどういう活躍するかも、まあ、期待とかも込めて、ね、込めてですね、はい、まあ、まあ、三冠王取ってくれたらもうそれは完璧っていう感じなんですけど、はい、まず注目しているプロとかおられますか。注目しているプロね、まあ以前ね、あの僕の動画でもね、はい、これから来るプロは誰だみたいな話させていただきましたけど、はい、まあ僕その時女子ではすごいプロ、はい、名前が優勝されましたしね、優勝したんですよね、プリンスカップ優勝されて、はい、まあ、僕もちょっと的中でしたね、去年は。まあ、その時に僕は長嶋瑞稀プロ、はい、5勝されて、そうですね、三冠王で素晴らしい、そうですね、中嶋プロの時代が来てもおかしくないんじゃないかって言っても、はい、今年はね、そんな去年もね、はい、そんな感じだったんですけど、そうですね、まあ、でもまあ、すごいプロはやっぱこう、まあ、期待と、まあ、応援しているところもあるんですけども、去年の、まあ、トーナメントとか、こう女子のトーナメントとか見てると、まあ、石田真央プロの勢いもやばいなとちょっと思いつつ、あ、うん、すごいですね、はい、まあ、結局ポイントランキング3位ぐらいだったんですかね、うん、最終的に去年は、うん、新人でありながら、ね、最後の半年間しか投げてないのに、うん、まあ、3位まで食い込んできたっていう、いや、すごいですよね、めちゃくちゃすごいなっていうのは思うので、だからまあ注目としてはそこも注目かなというのも思いますね、うん、じゃあ男女いきますか。いきましょうか。じゃあ誰かいますか。ということで決まってますか。僕は悩んでる。いや、悩みますね。悩みますね。これは難しい。男子は僕は川添プロ。理由としてはまあ元々強いじゃないですか。はいはい、ただ最近ちょっと調子悪かったのがそんなに優勝できてなかった。確かに。久々の優勝って感じですよね。そんなにその、まあ、年間で3勝4勝みたいなのが、まあ、できてなかった、はい。で、そろそろ来るんじゃないかな。はいはいはい。まあ、悩んだのは山本勲プロ、はい、川添プロ、で長野勲プロ、はい、まあ、こうちょっとこう、もしかしたら定番やんみたいなイメージがあるかもしれんけど、いや、その中でもちょっと最近川添プロが勝ってなかったのもあって、はい、そろそろ爆発するんじゃないかなっていうの込みで、男子は川添プロ、うん、女子は姫路浦田プロ、はいはいはい、これもちょっと似たようなあれなんだけど、なんかちょっと川添プロにしても姫路プロにしてもそうなんですけど、ちょっとこのコロナのタイミングとか、うん、あとはそのメカテクのタイミングとか、はい、そういうのも全部そろそろ対応してきて、はい、ちょっとこうもともと強かったベテランプロが2024年は大活躍するんじゃないかなというのが、まあ、ちょっと僕の考えです。もちろんね、新しい新人の石田真央プロが可能性は非常に高いですし、はい、ね、男子なんかでもこの宮沢プロなんかもこう可能性はすごい高いですけど、まあランキングで言うとそろそろもう、ただね、男子プロは正直ね、試合がまあこれ少ないですからね、大きいのが9月からじゃないですか、はい、だからそこまでのモチベーションをどれぐらい男子プロは保てるかなんですよ。そうね、うん、からまあそれもだからベテランが勝つんじゃないかなと、はい、個人的には思いました、はい、女子もそろそろまた姫路プロが爆発して1位、はい、女子は一応久保田プロとなりました、はい、おうおうおう、久保田プロもそろそろ来るんじゃないかなっていう、はい、ところでなりました、はい、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ次は僕は、はい、まあ、僕もですね、男子は川添プロかなと思ってます。一緒です。で、まあ、ここ最近、ここ数年間の男子のランキングって山本プロ、藤井プロ、川添プロ、長野プロぐらいしか1位になってないんちゃうかな、
思うぐらいなんですよ。それ以外の人誰が1位になったかなって記憶にあんまり残ってないぐらいなんですよ。だからまあ絞れるのはその4人からの1人に、はい、まあ今年もなるのかなとかは思ったけど、まあ、まあね、宮沢プロとかもね、はい、日本語語りましたし、まあ本当に次そこに入ってくる1人でもあるとは思うんですけども、はい、まあでもまあ川上プロはまた安定もしますしね、こう常にやっぱり結構上位に入ったりもされている人なんで、まあまあ応援しているところも含めながら川上プロかなというのが男子は、はい、で女子がねちょっといろいろ難しくて、まあ先ほどね下井プロと石田マノンプロの名前も挙げさせていただきましたけども、なんやかんや言うて坂本佳代プロかな、あちょっと去年はね、惜しかったですね、そこまでっていう、なんか、はい、ぶっちぎったっていう感じじゃなかったですね。そうです、そうです、そうです。でも、実力はね、まあ、実力は本当トップクラスなんで、はい、坂本佳代プロが、はい、来るかな、みたいな、という予想をしました。はい。はい。はい、じゃあ、最後に、僕を。はい、いやでも、難しいですよね。難しいです。本当に難しい。で、まあ、僕は、先ほどお二人からも名前出ましたけども、はい、僕は宮沢プロ、はい、男子、はい、男子、はい、やっぱりね、全日本の1年目から勝つ、はい、プラス他にも準優勝があったりとか、それを投げてるのを見ててもメンタルすごい強そうだなっていう感じなんで、まあ、1年目でこれだけ成績を残してもう慣れて、もう2年目でまたポンと行くんじゃないかなっていう、はい、まあ、そういうね、新しくプロになった人が行ってほしいっていう期待も込めて、僕は宮沢プロ、はい、ダンスを押します、はいはい、まあ、女子難しいんですけど、まあ誰が何って1位取ると思ったらやっぱりね、中島みずきプロであることには変わりはないんですけど、やっぱりもうそろそろ、まあ、中堅と呼ばれるようになってきた、ね、ゴーラプロとか、はい、三浦美咲プロとか、やっぱりそういうタイトルを持ってタイトルホルダーでもあり、もう、ね、中堅と呼ばれる感じになってきたプロにも勝ってほしいなっていうのもありながらですけど、やっぱり中島プロ強いかな、うん、って思ってます。まあまあ去年強かったですからね、ジャイアン、もうなんか圧倒的やったじゃないですか。圧倒的に強かった。やっぱりその、ね、前のその時もちょっと話したんですけど、ああいうなんかちょっとね、球を回すプロの中ではちょっとタイトなライン取りっていうのがやっぱり、まあ、万能性を生むというか、まあ、いろんな対応力をやっぱり生むんじゃないかなっていう、まあ、姫路プロの中でもそうですけど、やっぱりそのよ、まあ、動き幅を取らないからこそ、まあ、いろんなレーンに対応できるっていうところは見てて感じるんで、一個だけで思うんだね、はい、その偏見とかなんじゃないですか、はい、女子って長く調子が続いてるプロって多分姫路プロぐらいしかあんまり思い浮かばんの。まあそうですね、活躍としてはね、長くされててもそのなんか無双してるのって大体みんな1年とかなんですよね。そうそうそう、その1年はすごく良かったけど、はい、翌年もそれは悪くはないんですよ、はい、一般的に考えたら普通にシード入りもしてるけどっていう、めちゃくちゃ爆発が3年ぐらい続いたっていうのって結構姫路さんぐらい思いつかないんですよ、うん、確かに確かに。まあそういう意味ではね、中島プロの勝負の1年というか、まあそうですね、これからどうなるかですね、はい、この爆発の仕方がやっぱりすごい大きくて、ね、10代で三冠王の金額を取って、はい、やっぱり、ね、すごい新しい記録をどんどん、ね、やっぱり出してくれてるんで、まあ、そういうところも含めて、まあ、注目できる選手かなと思います、はい、時点とかは時点時点だね、2位で、いや、その、いや、期待込みで、もしかしたらみたいな、そのいや、僕はやっぱりその期待を込めてやっぱり行く可能性があって頑張ってほしい、小林隆之。おー、ありがとうございます。俺、実点は大久保優也。2着とかが多かったり、ちょっと惜しい場面が多かったりしたんで、まあ、ちょっとこう慣れたらワンチャン、やりもあるから、はい、そうですね、違うか。左ではそろそろ森本健太プロとか最近ちょっと買ってない気がしますけど、やっぱり森本すごい好きなんで、うん、まあ、そう考えたら注目する選手が多すぎて、多いですね、うん、まあ、その中でやっぱり小林隆之プロが頑張ってくれて、はい、そこでコラボして僕らが盛り上がって、みんなで盛り上げていくって、はい、いやそうですね、買ってくれたらこんな嬉しいことはないでよ
頑張ります。俺一回あのジャパンオープン帰ってまた行ったからね。ありましたね、本当に。もう嬉しすぎて。一回帰って、はい、仕事して、でその仕事中に見て、これは行かなあかんと思って、早退して。また愛知まで来てくれましたもんね。愛知まで行ったから、ダッシュで。本当に。そうね、また、はい、いや、ほんまそんな嬉しいことはないで、はい、ありがとうございます、頑張ります。女子は自転は女子はでも、名前出しましたけど、久保田君は自転の方で久保田君の、はいはいはい、まあ、期待というか、あの、まあ、僕その、まあ、久保田君はずっと岡山にチャレンジしてもらったりして、まあ、これもちょっとずつ変わっていったりとか、まあ、あのストイックさとか全部見てるんで、でまあ、メーカーかあの、まあ、亡くなってからもそのいろんな変わってるのとか見てて、やっぱりその対応力とかすごいなと思うんで、そういうところを見ても、まあ、難しいコンディションでの対応とか、まあ、そういうのを見ててもすごいなと思うんで、なんか最近特にレベルアップしましたね。そうですね。久保田プロはすごいよ、はい、なんていうかな、目に見えて努力っていうか練習してるっていうのが投球で分かるよね、はい、本当に。そのなんか天才肌プラスちゃんと努力も足されてるっていう感じが、なんかめっちゃボウリング好きなのかな、好きなんやろなっていう、ね、だからそのね、芽吹いた時のパワーはすごいなと思うな、はい、だからまあその俺も自転じゃなくてほんまに可能性の高い有力候補としてやっぱ久保田君は上がるね、うん、そうだよね、毎年機会があるよね、はいはい、うん、そのね、なんかずっとバーンっていうのはあんまりないですけど、この安定して毎年勝ちそうっていう、はい、なんかね、そのあんだけこう、なんていうかな、プロボウリングというかボウリングに対して真剣で情熱があれば、いや、勝ってほしいっていう願いの方がすごい、まあそうですね、なんかこう、天才感もしてますよね、ポッと勝つより、なんか勝ってほしいっていう応援したいって気持ちにはなるよね、なりますね、すごい魅力があるよね、はい、そういう、傍から見ててって俺は個人的に思う、はい、小林プロは、まあ、僕自転は、まあ、女子はやっぱり石田マノンプロかな、あ、まあ、実力がすごいやっぱすごいですし、まあ、去年の活躍ぶりとかあの強さを見てると、まあ、今年1年も、まあ、より頑張ってくるんじゃないかなとは思ってます、ね、ライン取りも綺麗やし、ね、綺麗ですね、ちょっと落ちながらね、わずかに、はい、女子にしてはわずかに、はい、その分なんか他の女子が使ってない綺麗なところを使えて、ちょっとね、そうそう、っていうのはでも圧倒やっぱりメリットなの、はい、あれ難しいんやけどね、あのラインナーっていうのは、うん、やっぱりほんま超一流の感じするよね、しますね、うん、うん、男子の時点はでも宮沢ポーズ、うん、はい、やっぱり2対1の構図が常に常に常に続くね、はい、そうか、うん、まあそういうところをね、はい、期待も含めて、はい、1年、プロボウリング応援していただけたらと思います、はい、はい、ってな感じでね、今日は終わりたいと思います、はい、最後までご覧いただいた方ありがとうございます、それでは